はい、こんにちは。中学受験さくらのチャンネルの滝谷直樹です。今日は国語が苦手な人のための講座、ちょっとね、今日はね、題名はわからないんです。ちょっと昔の話なんですよね。でね、農業を営んでる人がね、まだね、馬なんかを使って農作業をしていた頃の話なんです。でもだんだんと車が普及し、トラクターとか農業機械が普及してきて、その馬がね、あまり必要にならなくなってきた時の話なんです。そんなある、農業をやっている家族の話で、早速読んでいます。そろそろ馬を売ることにするか。夕食後のひととき、父がタバコの煙をゆらゆらと上げながらポツンとこんなことを言った。私も弟もあっけに取られて、ポカーンと父の顔を見上げた。役に立たない年寄り馬は手数がかかるだけだからな。父は天井にふーっと煙を吐き出す。でも年取ってのけものにされて売られるなら青がかわいそうだもの。そんなひどいことできないわ。私はとがめるような口調で言う。俺も反対だ。弟は叫ぶように言うと父をにらみつける。それに子馬は生まれて間もないからまあいいとして、青はかわいそうだね。なんせ家に17年もいたんだもの。母が茶をすすりながらボソボソと言う。散々働かせて売るなんてかわいそうじゃないか。どうしても売るなら子馬を売りゃいいんだ。弟は畳みかけるように怒りをぶちまける。最初笑顔だった父の表情はいつの間にか固くこわばり、やがてぷいっと立ち上がると座敷を出ていった。青が去ってから家の中は何かひんやりとして白々しい空気に包まれた。父だけが時々取ってつけたような笑い声を立てたが、他の者の気持ちは重く険しかった。青どうしてるかな。諦めきれない弟がポツンとそんなことを言った。今さら仕方ないでしょ、しつこい子だねと珍しく母がきつい言葉で弟をたしなめた。心配したって帰ってくるんじゃないんだから、どうなったっていいでしょ。私も母の尻馬に乗って八つ当たりする。しょんぼりした弟に瞬間父の寂しそうな目がちらっと走った。春夫、さあ父さんとドライブでもするか。弟をいたわるようにして出ていく父のたくましい後ろ姿が、心なしかいつもに似合わずしょんぼりとしていた。それを見た瞬間、私は今まで持っていた父への憎しみがどこか消えていくのを感じた。さあね、家族は父、母で、私と弟の4人家族です。まあ、どうやら父だけが馬の青を売ろうと、もういらなくなったものは売った方がいいんだという考えで、他の3人は、青を売るのはかわいそうだと思ってるらしいですね、これね。さあ、じゃあ確認していきましょう。さあ、父が、そろそろ何を売ろうと、提案し始めましたか。そう、そろそろ馬を売ることにしよう。夕食後のひととき、父がタバコの煙をゆらゆらと上げながらポツンとこんなことを言いました。さあ、私も弟もあっけに取られてしまって、誰の顔を見上げましたか。そう、父の顔をポカーンと見上げたんです。役に立たない年寄り馬は手数がかかるだけだから。父は天井にふっと煙を吐き出す。さあ、しかし私は何て言って反対した。そう、年を取ってのけものにされて売られるなら青がかわいそうだ。そんなひどいことはできないと私はとがめるように父に言いました。さあ、弟も何て言って、叫ぶように言って反対した。そう、俺も反対だ。さあ、それに加えて母も何て言って反対した。
そう、子馬は生まれて間もないからいいとして、青はかわいそうだ。なんせ家に17年もいたのだからと、母は父親を茶をすりながらボソボソと言うんです。散々働かせて売るなんてかわいそうじゃないか。どうしても売るなら子馬を売りゃいいと、弟は畳みかけるように怒りをぶちまけました。さあ、最初笑顔だった父親の表情はどうなってしまいましたか。そう、こわばって固くなり、やがてぷいと立ち上がると座敷を出て行ってしまいました。さあ、そんなことがあって結局青は売られた？売られなかった？そう、青は売られた。もう家にはいないのです。どこかへ行ってしまったのです。さあ、青が去ってから家の中は何か、どんな空気に包まれましたか。そう、ひんやりと白々しい空気。父だけが時々取ってつけたような笑い声を立てるけれども、さあ、他の三人の気持ちは重かった、軽かった。そう、重く険しかった。さあ、諦められない弟がポツンとどんなことを言いましたか。そう、青どうしているかな。さあ、すると珍しく母がきつい言葉で弟を確かめます。さあ、母が弟に何と言いましたか。そう、今更仕方がないだろう。しつこい子だねと言うんです。さあ、私も母の尻馬に乗って、心配したって帰ってくるんじゃないんだからどうなったっていいでしょうと八つ当たりしました。さあ、しょんぼりとした弟に瞬間、父の寂しそうな目がちらりと走って、さあ、父は弟に何と意図あるように言いましたか。そう、春をさあ、父さんとドライブでもするか。弟を意図あるようにして出ていく父のたくましい後ろ姿が、心なしかいつもに似合わずしょんぼりしています。さあ、それを見た瞬間、私はね、今まで持っていた父への憎しみがどうなってしまっていくのを感じましたか。そう、父への憎しみが消えてしまったのです。お父さんの心なしか似合わずしょんぼりとした後ろ姿を見た瞬間ね、お父さんへの憎しみの気持ちが消えてしまったという話ですね。昔はね、農業をやってる人たちが馬がいらなくなって馬を手放して、その代わりにね、その後ろに荷台のついたトラックを買うとかね、そういう話っていうのはね、いくつかあったんですよね。で、まあこうやって大抵お父さんが悪者になるわけです。まあそんな話。いいなと思ったらチャンネル登録。応援しようと思ったらメンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。